どうもワクワクです、今日は戦国フブの、紹介をしていきたいと思います。今回の、動画なんですけれども、今回の動画は一体ちょっと何を取り上げるかっていうと、まあ、前回のアップデート、ごめんなさい、夏祭り前の、アップデートを受けて、実際ですね、あの副将ですね、副将をつけられる武将っていうのが、もともと紫武将までかな、だったのが代々武将までつけられるよと、いうような内容に、変更がありましたということで、副将、代々武将をつけたらどれぐらい強くなるっていうのをちょっと、見ていきたいと思います。ということで今回ちょっと見ていく武将なんですけど、まずこちらですね、もうアップデート後ちょっとバグ修正で、パワーダウンしたと言われている本田忠勝ですけど、ちょっと愛着を持ってですね、ずっと使ってますということで、本田忠勝、見ていきたいと思います。で今、攻撃538、で兵523っていうことで、兵力今878になってますね。これが今本田忠勝のスペックなんですけど、軍団見ると、緑の、副将2体、つけてるような状態です。で武器も一応ですね、紫武器なんですけど、今私小納言なので、プラス3まで、っていうような状態です。これを、武将ですね、武将というか副将を、2人とも代々武将に変えたら、まあ、どれぐらい能力が上がるのかっていうので、見ていきたいと思います。この数字を覚えておいてください。538で兵力878だったんですけれども、ここを、変えていくと、よいしょ、変えて代々まず1人竹中半兵衛ですね。でもう1人がどこにいるんだ、ちょっと待ってね、よいしょ、外して浅野ねねちょっとつけたいと思いますね。おっ、あれいないんだけど、なんで代々でつけたいのに、ちょっと待ってくださいね。今ソロにしたからつけられると思うんだけどな。あれ、あ、舞台編成に入ってるからか。あれ出てこない、なんでだこれ、ごめんなさい、 なぜ出てこないのか分かる方いたら教えてください。つけられない、代々武将ちょっとあれかな、つけられない、なんかくくりみたいなのあるんですかね。竹中半兵衛はつけられて、なんでなんだろう、あ、そういうことか、分かった、ここにいるからね、なるほど、分かりやすいね、そういうことか。外せばいいのか、これで多分出てきますね。今駐屯してたんで多分ダメでしたね。じゃあごめんなさい、お、なんか森長吉が出てきた、あ、いた、 OK。 さあ見てみましょう。さっき835だったかな、なんですけど、今回で見てみると555か。兵力は相当上がりましたよね。980になってるんで兵力は相当上がったけど、そんなにあれですね、これあれかな、星5にしてないからかな、そういうこと。320っていうのも低すぎる、ちょっと待って、じゃあ分かった、これ試しにですけど、ちょっと大幅に変わっちゃうんであれですけど、待ってくださいね、浅野さんを外しましょう。いや、もっとですね、攻撃が上がるかなと思ったんですけど、こっちつけてみよう。森長吉。まあ、そう、つけることないんでしょうけどね。つけることないんでしょうけど、つけていきますよ。おい、これでどうだ？あ、584。そうですね。だからまあ、
今回で言うとやっぱり攻撃力、まあ、物理ダメージのその攻撃力がまあ上がるかなっていうのでつけたんですけど、まあ、つけてる武将、まあ、竹中半兵衛も元々まあ、攻撃系のあれじゃないんですけど、まあ、一つ言えるのは竹中半兵衛と森永石両方とも星5ですね、まあ、星5の武将を入れてあげるとやっぱこれぐらい、パワーアップするよと、984まで上がるのと攻撃力584まで上がるんで、まあ、なかなか私もパーティー的にはですね、特にこの後ダイブに上がったりすると、まあ、余計無理なんですけど、まあ、余裕がある方は大武将、まあ、ないしはなんですけど、今ちょっと見といていただきたかったんですけど、大で組んでるじゃないですか。これ森永吉外して、この方なんだっけ名前忘れた、名前忘れちゃった、ごめんなさい。けど紫武将を1人つけようかなと。あ、違うな、稲葉さん、ごめんなさい、稲葉さんにします。稲葉さんも紫武将で、この、筒ですね、攻撃上がるやつを計略じゃなくて物理上がるやつをプラス3で、鉄砲つけます。でこれで見てみると572、まあ、さっきと比べたら確か530ぐらいでしたよね。だからまあ40ぐらい上がってるのと、兵力に関しても977まであるんで、まあ、それ考えるとやっぱり 緑の星5を、3体、あ、2体つけてるよりやっぱり紫武将だったり大大武将の方が能力高いので、まあ、やっぱりその武将をつけてあげる方が、まあ、圧倒的にやっぱ強くなるのかなと思います。まあ、なんで、まあ、もし余裕があって可能であれば、まあ、大々まではいかなくても紫武将ぐらいまでしっかり揃えてあげると、まあ、やっぱり強くなるのかなとは思います。でちょっと実際ちょっと待ってくださいね、長吉ちょっと元に戻して、まあ、実際これで戦ってみるとどれぐらいダメージ与えられるのかなっていうのと、あとまあバグ修正入った忠勝なんですけど、まあ、今どれぐらいなのかなっていうのは結構あのご質問いただいたりするんですよ。バグ修正入って、まあ、どれぐらいちょっと弱くなっちゃったんですかっていうようなお話とかもよく聞くので、まあ、逆に、こんぐらいの感じですよっていうのをちょっとお見せ今できればなと思います。これねね何だろう、ちょっと待ってくださいね、ねねもちょっと元に戻します。はい、オッケーかな。オッケー、よし、じゃあこれで、同じ同レベルの方ですね、ちょっと戦いたいと思います。はい、だからやっぱり副将っていうのはすごい大事なんですよね。どこだっけな、大使からじゃないけど、ある程度、最初の方は侍大将とかでも入れられるのかな。最初の方だとちょっと入れられなかったりするかもしれないですけど、まあ、今ごめんなさい、話してる途中に忠勝のあれダメージ出ちゃったんですけど、まあ459まで食らってるので500、550以上とか食らってるのかな。だからここの部分に関しては忠勝バグで結構下がったとはいえ、やっぱこれぐらいの攻撃力あります。で赤備えつけてるので、相手の防御を無視して、ダメージを与えてるんですけど、だ結構強いですよ忠勝。だから今何私も引きずって忠勝パーティーまだ続けてますけど、まあ、決してやっぱ弱くはないですね。まあ本当は女徳川が出て得意で出てくれれば、まあ、それと徳川家康ちょっと入れ替えられると一番理想かなっていうのが私の中であるんですけど、これ強いですよね忠勝の高烈物理ダメージですけど、今ほとんど一掃したので、まあ、これもやっぱ強いですし、まあ見破りもあって、だ千姫とやっぱり組み合わせるっていうのは大事ですね。ごめんなさい話戻るんですけど、なんでやっぱり副将の部分に関しては、大武将が理想ですけど、まあ、紫厳しければ紫武将ぐらいまで、育ててあげると、まあ例えば、ダイウとかに、湘南ゴンから上がっていくよとか、湘南ゴンでやっていくよっていう時、湘南ゴン後半とかでも、まあ、そこぐらいまであったらまあ余裕で、まあ、正直青武将で全然通用するんですけど、やれるなら、まあ、余裕あるならそこまでやってあげると非常にいいのかなとは思います。
突破するぞ。結構やられないんですよね。お願いします。なんかそんなに防御強いようなイメージではないですけど、まあ、これが強いですね、本当。ちょっと忠勝もね、このやっぱりスキルがね、スキル1で出ますんで、バグ修正入ってますけど、だと赤砂につけておけば、大体の防御力打ち破って、まあ、うまくいけば600、700ぐらい食らったり、今でもしますので、まあ、そういった意味では、今回は副将の紹介であったんですけど、戦っても悪くないですね。まあ、ちょっとスキルじゃないとあれかもしれないですけど、うん、またあれですね、まあ、副将に関してはやっぱりその星のレベルっていうのもしっかり上げていくっていうのは大事です。やっぱりいくら紫武将でも星1とかでつけてたら、まあ、あんまりなんか強くはないかなっていう感じです。ということで、今日は、副将ですね、大武将をつけたら、どれぐらいパワーアップするのっていう動画でございました。よかったらいいね、チャンネル登録お願いします。また近いうちに動画上げたいと思います。よろしくお願いします。バイバイ。